本日の対談のお相手は刀剣研ぎ師臼杵義彦さんです。本日はありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。研ぎ師ということで、ね、先ほども本人が研ぎ師というのはおかしいでしょっていうね、まあね、お話ですけれども、でも肩書きは研ぎ師ということですよね。刀剣ということですので、まあ、刀、そうですね、あの我々の世界というのは、うん、昔から分業なんですよ、うん、あの作る人、これが鍛冶屋さん、刀鍛冶と言いますよね。で、研ぐのが研ぎ師、で鞘を作る方は鞘師で、それに付属する金具を作らなきゃいけないんですけど、うん、そういう方を総称して白金師っていう、うん、まあ最低それ、まあ、4つですよね。それ以外にももっと細分化しますと、鞘を塗る塗り師いますよね。で、塚に糸巻いてますけど、うんうんうん、あれ塚巻きっていうんですか、塚巻き師っていうのはまた独立してるんで、非常にこう細分化されてる、すごいですね、はい、だから一本の刀をいわゆるこう、うんうん、外装のね、塗りの鞘までこしらえとすると相当数の職人さんがそこに入ってくるということですね。しかもこうあうの呼吸じゃないですけどね。そうですね、それぞれの、それを、そうですね、総合芸術ですからね。総合芸術ですね、その塗りでもあの漆で、漆ですからね、はい、時々蒔絵とか見たりするんですけど、もちろんそうですね、そういう技法も、そうですね、あの、うん、それもなんかいわゆるあの個人個人が持つ、まあ、ある程度装飾的な意味もあり、そうですね、いうことですね、もうそれよりもこうなんか、まあ、自分のプラウドな気持ち、そういうことです、あの自分のあれを出す個性を出すためのようなものですね、うん、そうですね、はい、あの腰に刺しますので、うん、そこが一番目に入りますから、非常にこう自分のオリジナルティーっていうんですか、そうですね、自分の個性を出し強調する部分ですね。その当時は、まあ、それをあの日常的にあの腰に刺してた時代っていうのは、はい、当然その絹の着物っていうものが、そうです、あの、まあ、もちろん武士でも階級がいろいろありましてですね、うん、上級武士から下級武士までいますんで、うん、全てが一律というのはちょっと難しいんですけど、うんうん、まあ、それなりにですね、それなりにね、はい、刺した時にその藩 の模様であるとか、そうですね、大名家と、ね、家紋を入れてみたりとか、そういうのはあります。それにね、またマッチするっていう、はい、まあ、そういう点では総合芸術っていうのを名付けます ね、ただ単に作りゃいいってもんではなくて、そうですね、それにあるものってわけはいかないですよ ね、 そ、 すね、それからその験担ぎ的な、まあ、あの部分とかもあるかもしれない。そうですね、あのおっしゃる通りで、あの刀自体はですね、うん、まあ、確かに武器的要素は強いんですけど、はい、うん、実際に武器で使われるっていうのは、うん、実はにあの歴史の中でいくと非常に少ないんですよ、うん、はい、昔からね、うん、今言ったその自分の精神的な、うん、まあ、部分をです ね、 ですね、強いですよ ね、 そうですね、そう持つことで意味があることで、うん、使うことでの意味合いじゃないですよね。そこがこうなんかやっぱりあの西洋の文化の中のその剣というのとちょっと違うんですよね。ちょっと違いますね、 ちょっと違いますね。そこにこうあのそれぞれの技術を持った人たちがあの、まあ、自分の威信をかけてくるね、はいはい、やると分業、6つ7つの分業がそれぞれにね、その糸を巻くっていう、それをかけるっていう、はい、確かに見ると美しいですもんね、はい、こう来てこう、そうね、巻き方もいろいろありますしね、巻き方とか色とかね、うん、そうで、今でも塚巻師さんはそれで生計立ててる方もいらっしゃる、まあ、少ないですけどね、江戸時代まではまあまあたくさんいたんでしょうけどね、うんうん、確かにあの塚のところってなんかこういろんな巻き方があって、中に何かこうちょっとこう金属的なものが、ね、入ってますね。あれは目抜きと言いますけどね、目抜きというんですか、あの常に塚のセンターに入ってる部分なんで、それがこうじてあの中心というか、まあ、真ん中を取るところを目抜き通りっていうことで、そこから来てますか、うわいただきました今日、体のいろんなパーツの部分のところに、うん、そういったことわざに変わってる部分がよく、ね、たくさんあります ね、 ますね、だからつばぜり合いとかね、そうですね、切羽詰まるも切羽っていう金具があるんですよ、それが外れなくなるとどうしようもなくなっちゃう、あ結構刀剣用語で多いですね、多いですね、はい、しのぎを削る戦い、よく選挙なんかで ね、 しのぎですね、後でお見せしますけど、はい、刀の一つのこう名所の部分にしのぎっていうラインがあるんですね、あ激戦になるとそれがこう削れるぐらいの激しい戦いからしのぎを削る、ね、そうやって例えると、
で真剣勝負でやるんですが、真剣勝負、もう真剣ですもんね。まあ、真剣勝負の真剣も真剣でしたね。そうですね。そうですね。単なるこう模擬でやってるわけではないっていう感覚が ね、 そうですね、こう額の汗まで見えてくるような、だから抜くとシチュエーションになった場合には、まあもうほとんど命かかる状況ですので、本当そうですよね。逆にめったに抜かないっていうのが日本刀ですよね。抜いたら最後という、お互いがね、そういうものでもあるんで、だからこそ今大体正確ではないんですけど、日本国内で300万本ぐらいあるとされてるんですよね。そうですか。300万本ってべらぼうな数字で、そうですね、使ってると普通消耗品になるんでなくなるんですよね、うん、しかもね、錆びやすいというんですかね。そうですね。なぜあるかあったら単純に使ってなくて保管されてたという、そういうことを一旦伺っても、本当にソウルであると、そういう魂であるということがね、伺いますね。そうですね。でもちろん武士はもう当然なんですけど、武士以外でも江戸時代町人の方でも、はい、農民の人でも、はい、実は刀は持てるんですよね。そうですか、はい、持てるというか持ってる、うん、よく名字対等云々って聞きますでしょ、はい、武士になったり、うん、武士に近い、クラスになるとそれを許されるという、はいはい、これは例えば、もちろん名字は農民の方も実はあるんですけど、通常名乗るのは名前だけなんですよね、うんうんうん、だ刀も持ってはいけないという意味じゃなくて、うんうん、持ってもいいけど持ち歩いちゃいけない、うんうん、なるほどね。それが名字対等を許すっていうのは、うん、公的なところでも名字も名乗る、なるほど、で刀を刺して往来してもいいという意味で、うん、なるほど。ですからお金のあれば、うんうん、ある町人や農民の方でも持とうと思えば持てるっていう、うん、ですからそれの数になるっていうのを、そうですね、その持つという意味がさっきおっしゃられたように、うん、心のもの、ね、心、そうです。表には出てなかったんですよね。そう、支えとして皆さん、うん、お守り的にも、ね、日本人の文化の中にもね、いろいろそういうこう内に秘めたる、そうですね、そういうものの文化っていうのが、うん、まあ、ありますね、はい、そうですか、まあ、このその今その長さのことをちょっと伺いたいんですけど、はい、長いものから、はい、まあ、短い短刀っていうんですか、はい、そういうの、あ、短刀直入っていうのもありますね。まあちょっと違った、短刀ではないと思いますね。違いましたね。その短いものっていうものもやっぱり刀ということですね。そうです、そうです、そうです、ね、あの女性のね、こうよくこう、そうですね、まあ懐剣という懐が、身を守るっていう意味でしょうね、はい、あれもやっぱり身を守る以前にお守りなんだと思いますね。いうことですね、はい、でもそのそこがすごいなと思うのは、お守りなんだけれどもそれを研ぐわけですよね。そうですね。その研いですごい切れ味といいますかね、強さっていうのが、うん、お見せしますか。そうですね、ちょっとお見せして、うん、まあ、見て説明いたしますけどね、はいはい、日本刀の研磨ってかなり特殊なんですよね。切れるっていうのはもう刀の場合よく、まあ、ご質問、これ切れるんですかとか、うん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 、切れ味云々ってよく質問されるんだけど、うん、刀はもう切れるっていうのは絶対当たり前のことだから、うんうんうん、普通我々世界は切れるってことはもう度外視してる、うん、もう当たり前に、うん、ベースにそれはもうあるんで、それ以外の表現をするのが日本刀の研磨で、うんうん、ただ刃をつけたり、うん、機能的なことだけ表すんだったらここまでの研磨方法はしなくていいんですよ、うん、本来は、うんうん、